します。女子ナンバーの湯に出場の沖縄中部商業白間さん、女子ナンバー投げに出場の沖縄中部商業白間さん、競技場所までお越しください。先頭は佐賀北、続いて京愛学園、南極ソウルの内側、男子走り高跳び、2メートル06の龍谷佐賀の佐々木くん、東京の南雲くん、群馬高崎の大平くんが3回目でクリアいたしました。千葉・柏の竹内くん、2メートル26の3回目のクリア。ここで佐賀北が先頭に立ちます。追いかけますのが成田、筑紫女学園、
中央、浜松市立。その後ろから上がってきました小森学園アンカー長沼さんが 800m で第3位に入賞。先頭は埼玉栄、追い上げるのが山形中央、浜松市です。1着でフィニッシュは山形中央、フィニッシュタイマーは3分50秒18で止まっています。失礼しました、3分50秒16で止まっております。現在黄色い旗が上がっておりますので、結果につきましては、正式な結果につきましては、この後の結果のアナウンスをお待ちください。第2局ソワの内側で行われております。男子新高跳びの決勝、バーの高さは 2m03 に上がっています。なお佐賀龍谷の佐々木君は 2m03 1回目でクリアしております。2位3度前女子三段跳びの決勝、続いての跳躍者は愛知中京大中京の平松さん、これまで 12m34 で現在第3位。ただいまの試合は愛知中京大中京の平松さん、5回目の跳躍。12m26、順位は変わらず3位。男子やり投げ決勝は4回目の試技を終えております。トップは変わらず大阪清風南海の中村君、この後5回目の試技に入ってまいります。トラック競技予選は続いて第2組、第2組に出場のチームを紹介いたします。第2レーン姫路商業兵庫、第3レーン会津学法福島、第4レーン徳島市立徳島、第5レーン八幡南福岡、第6レーン国学院栃木、第7レーン豊橋南愛知、第8レーン中京大中京愛知、第9レーン中部商業沖縄。以上8チームによりまして予選第2組が行われます。
中京大中京姫路商業小山市南
通しまして68メートル70、男子のやり投げはこの後最終6回目の試技に入ってまいります。兄さんの前女子団体戦決勝、先天の跳躍者は長野諏訪双葉の宮沢さん。これまでのところ12メートル30をマークして第4位。第6年新潟商業新潟、第7年東京高校東京、
縄中部商業白間さん、女子ハンマー投げに出場の沖縄中部商業白間さん、競技場所までお越しください。
中央真ん中から浜松市立バトンが3層へと渡ります。Thank you.
子やり投げ決勝は4回目の試技を終えております。トップは変わらず大阪清風南海の中村君。この後5回目の試技に入ってまいります。トラック競技予選は続いて第2組。第2組に出場のチームを紹介いたします。第2レーン姫路商業兵庫、第3レーン会津学法福島、第4レーン徳島市立徳島、第5レーン八幡南福岡、第6レーン国学院栃木、第7レーン豊橋南愛知、第8レーン中京大中京愛知、第9レーン中部商業沖縄。以上8チームにおきまして予選第2組が行われます。
静岡浜松北の古川さん、これまでのところ12メートル16を飛んでおります。トラック競技女子 1600m リレーの予選は続いて第4組、第4組に出場のチームを紹介いたします。失礼いたしました、予選第3組に出場のチームを紹介いたします。第2レーン、玉野コーナー岡山。第3レーン、近代付属大阪。第5レーン、愛知高校愛知。
先頭は佐賀北、続いて京愛学園。最後まで。
国佐賀の佐々木くん、東京の長野南雲くん、群馬高崎の大平くんが3回目でクリアいたしました。
その後ろから上がってきました国立学園アンカー長沼さんは 800m で第3位に入賞。先頭は埼玉栄、追い上げるのが山形中央浜松市です。1着でフィニッシュは山形中央、フィニッシュタイマーは3分50秒18で止まっております。失礼しました、3分50秒16で止まっております。現在黄色い旗が上がっておりますので、結果につきましては正式な結果につきましてはこの後の結果のアナウンスをお待ちください。第2曲座る内側で行われております男子新高跳びの決勝、バーの高さは 2m03 に上がっています。なお佐賀龍谷の佐々木君は 2m03 1回目でクリアしております。2位3度前女子三段跳びの決勝、続いての跳躍者は愛知中京大中京の平松さん。これまで 12m34 跳んで現在第3位。ただいまの勝負は愛知中京大中京の平松さん、5回目の跳躍。12m26、順位は変わらず3位。男子やり投げ決勝は4回目の試技を終えております。トップは変わらず大阪清風南海の田村君。この後5回目の試技に入ってまいります。トラック競技予選は続いて第2組、第2組に出場のチームを紹介いたします。第2レーン姫路商業兵庫、第3レーン会津観光福島、第4レーン徳島市立徳島、第5レーン八幡南福岡、第6レーン国学院栃木、第7レーン豊橋南愛知、第8レーン中京大中京愛知、第9レーン中部商業沖縄。以上8チームによりまして予選第2組が行われます。
記録を伸ばしまして68メートル70。男子のやり投げはこの後最終6回目の試技に入ってまいります。兄さんの前女子3回目の決勝、先天の跳躍者は長野諏訪双葉の優太さん。これまでのところ12メートル30をマークして第4位。
61m36。 続いて石川学位の畑君。気づく。
東大阪大平野の参戦は有廣さん、 800m で第6位に入賞しております。少し離れて長崎女子、
トラック競技予選は続いて第5組。第5組に出場のチームを紹介いたします。第2レーン、広島南、広島。第3レーン、敦賀、福井、北信越大会の優勝チーム。第4レーン、大田都市、群馬。第5レーン、滋賀県、愛知。Thank you.
速報3分47秒56。現在第4コーナーで木端が上がっております。正式な結果につきましてはこの後の結果のアナウンスをお待ちください。投擲場にて行われておりました女子七種競技のやり投げ競技終了いたしました。6種目目のやり投げが終了いたしましたので、この後最終7種目目、19時より最終の 800m が行われます。
ただいまのは不正スタートではありません。スタート合図の前にきちんと静止しなかったのでスタートをやり直します。男子走り高跳び、新潟県。
事場にお越しの皆様にご説明いたします。盗難盗撮を防ぐため本日も警察の方に競技場内を巡回していただいております。競技場内には監視カメラを設置されておりますが、不審な人物を見かけられた方は本部までお知らせください。盗撮支援は競技場各場所に設置されています。監視カメラの映像が映っております。森本君にしたら取るんですけど、5時過ぎたら向こうの撤収向こうがあるんですけど、検査調査とかちょっと分かりますわ。はい、下で、レッスンできて、ちょっと、で、みんなは多分5時2分、まあ、20分で、ちょっと、振り切れてますんで、またみんなと5時でね、お願いします。大型スクリーンをご覧ください。女子 1600m リレー予選第6組の結果をお知らせいたします。予選第1組、予選第5組の結果は、もうしばらくお待ちください。プログラムは184ページです。1着第3レーン、最強京都、3分46秒42。2着第9レーン、八王子、東京、3分49秒29。3着以降は大型スクリーンをご覧ください。トラック競技予選は続いて第7組、第7組に出場のチームを紹介いたします。第1レーン、札幌大谷、北海道。第2レーン、札幌小岩、北海道。第3レーン、花巻東、岩手。第4レーン、新潟メイク、新潟。第5レーン、熊本商業、熊本。第6レーン、大阪高校、大阪。第7レーン、創業、神奈川。南関東大会の優勝チーム、今シーズン最も良いタイムをマークしております。第8レーン、京都立花、京都。第9レーン、国際学院、埼玉。以上、9チーム